こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は左足のスプラッシュ奏法ってやつですね。特にバラードの時によく使います。これですね、普通にハイハットをワン、ツー、シー、フォー、ワン、ツー、シー、フォー、まあ、ブラシってこうやってシンバル叩くとハイハットの方が結構はっきりするんですよ。で、ものすごく左足でよく使います。雰囲気でね、ワン、ツー、シー、こうやって4拍だけ開く。まあやらなくはないんですけど、基本的にはターゲットノートへ向かう。例えばワン、ツー、シー、フォー、ワン、ちゃんとバスドラがそのこのハイハットが開いたのを受け取れるだけの音量が欲しい。ちゃんとシンバル、ワン、ツー、シー、フォー、頭を叩いて、例えば、この3つ連続して頭に行くときに、ワン、ツー、シー、フォー、うん、ジャン、ジャン、ジャン、こうやってやっちゃうと、なんかせっかくこう持ってあげたのにここに何もないと、要は行き先がないみたいな、ボケたんだけど誰も突っ込まないみたいなお話になるので、必ずこういう風にした時にハイハットのスプラッシュ奏法っていうのは何で使うのかっていうと、行き先を示していくためにやると思ってください。なのでワン、ツー、シー、フォー、例えばバスドラとジャンジャン、こういう感じ、もしくはワン、ジャンジャン、ちゃんとバストラに着地しましたって感じが出るかどうかっていう、これがすごい大事ですね。なので例えば3連符ゆっくりだと、ワン、ツー、シー、フォー、ツー、シー、こういう倍点、ウッタンタンみたいな、シンコペーションがここに着地する、ここのターゲットの音が大事。このウッチャチャチャンだとここに行くのが大事で、よく聞いてるとなんか雰囲気だけでやってる人って、これうるさく聞こえる時が多いんですね。それでね、どこにも向かわずにただそこに音が鳴ってるだけになってるから、その音がどこに行くかまでもちゃんと考えて演奏しないとうまくいかないですね。なのでワン、ツー、シー、ウッタタ、ツー、シー、ウッタタ、これだとよっぽど相手がみんながシンコペーションしてるなら合うけど、いきなりこれだけ突然出てきたら絶対コンピング的にはおかしいですよね。要はフレージング的には必ずドラマは表に向かっていく、より強い脅迫に流れていくっていうのがすごい大事です。なのでここをしっかり理解して、ちゃんとただ鳴らすだけではなくてこういきましょう。鳴らすに関しては本当にこう踏んじゃう、開けすぎちゃうと、ハイハットって開けすぎちゃうと上しかならないんですよ。で、これ下との調整もあるんですけど、ここのネジでね、こうハイハットをこう下を斜めにしてあげると、鳴らしてから下と接してる状態で止めてあげると美しくなります。こんな感じですね。で、ミディアムテンポの場合はワン、ツーとか、これねよく使いますよね。これなんかね、例えばブラシからスティックに持ち替えるときにでスティックに行くとかな、よくやりますね。例えばツー、フィー、二、三、フィー、二、三、フィー、三、ここでスティックいけばとても簡単にいけますよね。このプラス書いたのは、まあ変化つけるのにワン、ツー、スリー、フォーとね、歌った、歌ったとか、こういう風にしたり、短いもちゃんと使い分けてる。踏んじゃう時と伸ばす時をちゃんと分かれる。で、あんまり開けすぎちゃうとちょっとかっこよくなくなるので、でもあえてのそういう音色を使いたい時はそれはそれでありだと思います。というわけでね、スプラッシュ奏法はこういう風に。で、ハイハットだけ使う場合とバスドラとユニゾンする場合をちゃんと使い分けてください。あとは、ロック系で使う人は
オープンクローズをつけたい人はこうつま先とかかとでかける人も多いですね。ジャズの音量の場合はそこまで音量大きくなくていいので、本当にこのつま先で踏んでちょっとこうちょっと浮かせてキープするだけでうまくすぐいくと思います。ロック系のこのテンポが速かったり、この場合はちょっとねこのペダルに対してプレートに対して斜めにすると、こことここら辺を蹴るとうまくいくと思います。ちょっと試して練習していただければなと思います。というわけでスプラッシュ奏法ですね、使い方とバラードでよく使ってて使ってるんだけどあんまりうまくいかないなと思ってる人はターゲットノートを気をつけてください。でどこに向かってるのかとか、相手のヒールを感じさせるのかとかっていうこととかね、であと足だけでリズムを使う場合はこういったミディアムの2つのテンポを頑張ってやってください。これはですねヘミオラを使うとうまくいくということですね。パターン的にはあんまり密集してると難しいのでヘミオラを使います。なのでターンターンターン、ワンツースリーターンターンターン、二番はタッ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 タ、三番タッ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 タ、一番と二番足すターンターンターン。このパターンを1個ずつを別々で練習してもらってつなげたりすると長いフレーズができますよね。あとよく使うのよく聞くのはワンダ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 ンとか、ダダ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 。でバスドラとユニゾンとスプラッシュだけを使い分けたいので、例えばクローズとオープンとかもいろいろ組み合わせをやると、いろんな場面展開ができると思いますが、あんまりいろんなことを知ってるよりかは一つ自分の得意技、例えば、これ得意やよとかこれ得意だよとか言って見つけておいてそれで十分かなと思います。なのでミディアムでできるとバラードってワンツースリーフォーオーウオバラードの時もいきなり売店に行ったりするじゃないですか。だからミディアムのこのフレーズってバラードの時にもすごくよく使うので、こういったものを練習しておくとバラードのポイントになると思います。で大事なのは必ず相手のフレーズが終わってより強い脅迫にこのフレーズでつなげてあげるっていう感じが大事ですね。ソロと一緒に盛り上がってソロと一緒に消えていくんじゃなくて、ここでみんな盛り上がってこういう人多いですけど、大事なのは逆です。あ、ベース盛り上がってきた。ここで盛り上げる。一緒に盛り上がるんじゃなくて、盛り上がった後に引き継いで表の拍までこうこのスプラッシュ奏法なんかを使って表に相手のフレーズが解決させてあげるのがドラムの役目です。みんなよくなるんですけど、一緒に盛り上がってで落ち誰も言わないみたいな、二人でボケて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 誰も落ち言わないってなると分かりづらいんですよね。だからボケてきたからちゃんとツッコミ入れて終わらせる、そしたら終わらせたところから裏から急に次のフレーズが出せるので、要は
こう来てドラムがこうして表運んだら裏からフレーズが始まってっていうのが繰り返しなんですね。バラードがみんな下手なのは大概盛り上がってきたから一緒に盛り上がって、その後落としどころなく、特に表拍に何にもこうターゲットノートを作らずに突然終わるから欲しいところに誰も音がいないみたいな感じになってしまうんですね。ここがポイントです。なのでここをしっかり頑張って、スプラッシュ奏法、ただのスプラッシュ奏法じゃなくて、どっかに向かってるんだ、耳コピーする時もそう、どっかに向かってるんだって考えてフレーズを作りましょう。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。